き続きなんですけれども新しくなりましたアウトランダー PHEV 改良点伺っていきたいと思います。今回ですねちょっと私勉強を少ししてきたんですけれども、はい、PHEV システムの約9割を変えられたということで本当に大きく変わったと思うんですが、はい、PHEV ってハイブリッドとか、はい、何が違うのかからご説明いただけますか。はい、はい、そうですね一般的な話からになってしまいますけれどもハイブリッドというのは、基本的にはガソリンエンジンをベースにしてモーターがアシストするということで、プラグインによる充電機能というのは持っていませんしモーターが、サポート役アシスト役ですので、電気自動車として走れる距離というのはそう長くないですね。で一方でEV ピュア EV 電気自動車これは電気だけで走りますので排ガスを出しませんし非常に静かなんですけれども一方で、バッテリーの残量ですとか充電できる場所を心配しなきゃいけない気にしなきゃいけないということがあります。ただプラグインハイブリッドにつきましてはその両方の良さを兼ね備えていますのでプラグインによる充電もできますしエンジンを持ってますけれどもエンジンが発電機の役割をして車自体が発電してバッテリーに充電をする、はい、でそのバッテリーで EV として走れるというそのいいところハイブリッドと EV のいいところを兼ね備えているのがプラグインハイブリッドだと考えています、うんはい、ありがとうございます。実際にですね違い の映像もありますけれども使いますか、はい、映像、はい、パワーポかなはいな、パワーポイントですかねはい、はい、いきますかはい、はい、じゃあそちらもお願いします。3つある出ますでしょうか。あ、これですね、はい、走行モード、はい、走行モードですね。走行モードの話します、はい、三菱のプラグインハイブリッドシステムは非常にユニークでして、はいその発想のもとは EV です。iMEV で電気自動車のを切り開いてきたんですけれどもこの iMEV の電気自動車これをベースにして、それから発展してきたシステムです。で当社と独自のものとしては前後2つにモーターを持って、モータードライブによる非常に滑らかで、はいダイレクトして静かな質感の高い走りこういったものを提供しています。ちょっとこちらのパワポで、もう少し説明をします。はい、じゃあちょっと移動を、はいはい、こちらの大きなですね、はいはい、お願いいたします。アウトランダー PHEV システムの特徴としては、はい、バッテリーと2つのモーター、はい、これで、基本的に走ります、はい、ですので十分なバッテリーがある場合にはフロントリアのそれぞれのモーターを使って EV モードで走ることができます。はい、こちら側で来ていただければいいですかね。はい、すみませんありがとうございます。はい、でもう一つ二つ目のモードはシリーズハイブリッドモード、はい、これはですね基本的にはモータードライブです、はい、バッテリーからの電気を使ってモーターでドライブするんですけども、はいはい、そのバッテリーにはエンジンを使って、発電した電気をバッテリーに流しそのバッテリーを使ってモーターでドライブする、はい、こちらもモータードライブ、はい、こちらもモータードライブ、はい、ツインモータードライブになります、はい、それともう一つはエンジンで駆動して今度はモーターアシストをするやっぱりスピードの速い領域になりますと、はい、エンジンの効率というのも良くなってきますのでエンジンで駆動してモーターでアシストするというモードもあります。また電池の容量も少なくなってきたときにこういうパラレルハイブリッドモードというものもあります。この3つのモードをその最適制御して EV ツインモータードライブのモータードライブモードというのを実現しています。すごいのはこれ今ね皆さんにモードを見ていただいてますけれども、はい、このモード
自分で選ぶこともできるけれども車が判断してやってくれるんですよね。そうですね、はい、ちょっと難しくなってしまわないようにしたいんですけど、はい、実際にはですね、車が最適制御してくれます、はい、ドライバーの人のアクセルの踏み方ですとか、バッテリーの残量、こういったものを見ながら車が最適制御してくれますので、 PHEV というとなんか難しいものというふうに思われてしまったかもしれないんですけど、実際には運転するときにはもう普通にパワースイッチを押してもう普通に走り出せば気持ちの良いモータードライブが楽しめるというものになっています。そうか、じゃあ車がもう本当に判断して自動的に最適なものを選んでくれる、ねはいはい、PHEV ってちょっとまあ難しくないってないんですよっていうのをちょっと強調しておきたいですね、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあ実際ちょっとねこちらでね見ていただきましたけれども、それ以外にもその PHEV システム一新されているということなんですけれども、はい、どうしましょう、そちらはこのままちょっとね、はい、隣に移動していきたいと思います。はい、こちらのスケルトンモデル、はいはい、こちらでじゃあ大谷さんお願いできますか、はいはい、これが実際のアウトランダー PHEV の床下の部分のモデルだと思っていただです、はい、でまず最初に今度の新型で改良した1点目がバッテリーの容量のアップと出力のアップです、容量のアップで EV で走れる走行領域、これを拡大しました、はい、これは改良を重ねる一つの目的がより EV で走りたいっていうお客様が非常に多くて、 EV で走れる領域を広げたいということでバッテリー容量出力をともに上げました。ただ実際にはこの実際のサイズそのものは変わっていませんので、はい、この詰め方を改良したという形になります。そうなんですか、はい、どんな風にどんな風にそれはさすがにですよね。それは電解液ですとか、はい、その電極こういったものを工夫して従来と同じサイズの中により多くの電気を貯めるという 15% の容量アップというのを実現しています。これが一つ目です、はい、でより EV 走行領域を広げるというのが一つ目で、もう一つはPHEV なのでエンジンを持っていますが、はい、エンジンを前からいきます、はい、これまでの2リッターから 2.4 リッターのエンジンに 400cc の排気量アップをしました、はい、これは何かというとですね、2リッターのエンジンで発電をするときに一生懸命電気を作らなきゃいけないということで、ある程度のエンジン回転が高いところで発電に使ってました。そうするとやっぱりエンジンの音というのが少し出てきます。できるだけその PHEV の静かなドライブを楽しみたいときにエンジンがちょっとドーンとかかってしまうと残念だなっていう声もございました、はい、で今回はこの 2.4 リッターで 400cc 大きくすることでより力の強いエンジンになりますので、エンジンの回転数を低いところを使うことができます。ですので、ね、モータードライブで走っている時の気持ちよさなんですが、たとえエンジンがかかっても静かなエンジンなので、滑らかな静かなモータードライブが楽しめるというものがこの 2.4 リッターエンジンの、結果です。なるほど、はい、ありがとうございます、はいはい、あともう一つは、はい、ジェネレーターの出力、エンジンからジェネレーターを使って発電しますけども、ジェネレーターの出力のアップ、はい、それともう一つはリアモーター、これはフロント部分なんですけど、はい、リアに後ろにもね、はい、モーターがあります。後ろ側に行きましょう。モーター、リアモーターの出力もアップすることで、はい、加速フィールの向上と、はい、いうことで本当にモータードライブフィールを気持ちよく楽しく、味わっていただくというのをこの、はい、新型アウトランダーで PHEV で達成しました、はいはい、本当にじゃああれですね、EV で走れるというのがもっともっと大きくなったという、より EV で走りたいというのにお答えするという形です、はいはい、ありがとうございます、はい。